どうも。去年着てたおしゃれな T シャツとかのこと忘れてて、今年着ない時あるよね。で、おなじみ、レオザゲームでーす。さあ始まりました。レオザゲームによるFIFAキャリアモード実況。レスターシティラニエリ監督の購入を引き継いで、プレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、FA カップ、この3冠をね、達成しようといった動画でして、前回はですね、対バイエルンミュンヘン戦、2対1で負けたバイエルンミュンヘン戦に向けてですね、いろんな対策をですね、練る動画と、その対策を実践してみる動画、この2つをお送りしたわけで、で、今日はついにですね、この動画で、もう結果が分かってしまうっていう感じでですね、もうほんと気合入ってます。なんでですね、今日もその気合入った中でコメントから言ってみましょう。最弱の男さん、確かにサイドチェンジも有効ですが、斜めにフラスルとか使うのも結構使えます。カウンターの時に一気に抜け出せますよ。というわけで、確かにね、斜めのパスいいですし、これですね、昔僕がリバプール特集の時やったんですけれども、斜めの、サイドバック裏のね、相手のサイドバック裏を狙うパスっていうのは、通っても通んなくても相手がね、後ろ向きながらの対応に絶対ね、なってしまいますので、そこからプレスをはめやすいっていうのがありますし、バックパスも一気に相手ピンチになりますので、すごい苦しいんですね。なんでこれは、どんどんね、ただの、丸のね、ロングフィードっていうかサイドチェンジだけじゃなくて、このね、三角をしたフライスルーパスっていうのも使っていこうと思います。そしてですね、ドレアンさん、フォーメーションを相手にぴったり合わせるとマッチアップした時の能力差が顕著になるので、格上相手に対して取る戦術として適切なのでしょうかっていうわけで、むしろ相手の使いたいスペースや選手に対して数的有利を作れるような布陣を敷いた方がいいような気がしますというわけで、これですね、どっちが正解不正解ないんですよね。そのチームによってなんですけど、ただですね、僕が好きなリバプール、これですね、強い相手に対して強いんですよ。リバプールって今シーズンプレミア上位クラブに対して、負けなしだったと思うんですけど、これですね、やっぱり前からプレスをはめることによって、そういったですね、能力値の高い選手の本来のパフォーマンスを発揮させない、プレッシャーにさらされることによって相手のミスを誘発するっていう、そういった戦い方してまして、例えばバルセロナとかそれやられるとね、前線からプレスをかけられると、ブスケツだったりピケとかあの辺が苦しくなって、ボール回しにね、ちょっと淀みが出て前線まで行かなくて苦しむみたいなありますんで、強い相手に対してはむしろですね、前からプレスに行くことが有効だっていう考え方が、レオザゲーム監督なんですね。ただそれがゲームだと一人一人の戦術がうまくはまんなくて今回みたいになるっていう、まあリスクもね、犯してる戦術なんで、まあそういったところで僕はですね、この戦い方を選んでるということで、まあね、この方もね、頑張ってくださいっていう、楽しんでくれるのかって言ってるんで、この戦術はこのまま続けたいと思います。続いて純内内さん、8分30秒のところの、まあドリンクウォーターの動きがですね、良くなかったっていうところで、見直しましたら、まあ中のスペースを埋めなきゃいけないドリンクウォーターが戻ってきてないんですね。まあこういったところ気をつけながら、この対陣してる選手に一番近い選手にカーソル合わせるだけじゃなくて、遠い選手も見ていきたいと思います、守備の時も。そしてアザールの涙さん、バイエルンに勝ってください、応援していますというわけで、こういうね、シンプルなやつも嬉しいんで選ばせていただきました。そして天丼カツ丼さん、考えすぎると硬くなっちゃうから気楽にやってねというわけで、確かにこれ重要ね。うん、やっぱりその直感でプレイできなきゃいけないですから、ちょっとこういったところもありがたいと思いました。そしてですね、ピザパンさん、アロンソの振り分けみたいで感動しました、こんなサッカーやってるのはレオさんしかいない、応援してますというわけで、このね、ベタ褒めっていうのが嬉しいんで、これね、採用させていただきました。多分僕以外いるんですけれども、僕ですね、今日なんかたまたまですね、たまたまでもないのか、ちょっとね、海外ドラマのね、面白いドラマがあって、それ検索して、なんか人のね、その感情を表す仕草みたいので、僕結構頭ね、こう後ろをこう書くのが多いんですよ。これってなんか人に褒められたい、なでなでされたい欲求の表れみたいなのがありまして、やっぱりね、人に褒められたいタイプの人間なんで、そういったところでこれ選んじゃいました。そしてラシナトラオレさん、ワンツーしすぎるとね、確かに上がりすぎて中盤のスペースが空くので、今日気をつけていきたいと思います。そしてですね、皆さん後ろに映って気になってた方もいると思いますが、僕あんま記者会見すっぽかすんですけれども、これちゃんとね、今日はあぶれあぶれ、バイエルン褒めそうになった、なんて皮肉だって感じで、レスターを褒めてやる気をですね、上げさせましょう。さあ、ザ・ゲームが重要なカプセルを前にしてチームを称賛、珍しくレオザ・ゲームが喋ってるぞってことで上げていこうと思います。というわけで、バイエルン戦、ちょっと手震えてんな行ってみましょう。はい、というわけで、今回選ばれたメンバーはこんな感じです。ドルベリをですね、まあ前回の研究動画の通りですね、ワントップにしまして、で、後ろはこんな感じで、でリーデバルトの方をまあ上がらない設定にして、カンテの方はバランスで時々上がるっていう感じにして、まあ中盤の守備を強化しつつですね、まあ後ろにはこのヘディング強い2人がいて、で逆かな、右の方がドグラスコスタで突破してくるから、
こっちにレモスしましょう。右にレモスにして、左はですね、ミュラーがいるんで、ミュラーが中に入ってきた時のヘディングでズマなのと、突破力はそんなないんで、まあ、この辺リーデバルトもね、上がんないでいてくれるね、はずなんで、時々上がっちゃうんですけど、こういったところの対策で、考えました。で、あとは、リトリートのタイミングとプレスのタイミングを気にして、四角、囲い込みをしすぎないで、こう、プレスの時にバランス悪くならないようにして、で、サイドからのクロス、ちょっと浅めで上げてみたりですとか、まあそういったところでですね、攻撃していこうと。まあね、前回やったことをきちんとやっていこうっていう、そんな感じです。試合開始です。さあ、チャンピオンズカップ、キングパースタジアム来ました。さあ、全員が戦う顔してますね。大抜擢ドルベリ。ああ、そしてレバンドスキ。怖いな。なんか、バイエルンの選手って風格あって強く見えるんだよな、ちょっと。顔もなんかモブキャラいないしね。さあ、ガチムチ集団。レスターシティ、どこまでやれるか。サイドチェンジもね、忘れないようにして。さあ、ノイアー。さあ、フォーメーションの前回と一緒かな？左ベルナと真ん中ボアテング、フンメルス、ラームで。はい。で、アロンソが右にある、いるんで、ね、右側から、まあ、カンテ側ですけど、まあ、この辺はですね、リスクをあまり犯さず行きたいと思います。自信持っていこう。さあ、行きましょう。お、なんか、変なミスしてくれましたね。さあ、逆サイド見て。お、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。あー、ただここはね、ここはプレスかけていいとこ。 OK。 いや、レスターの気合の入り方がもう、早速開けてみましょう。おー、やったー。ファビーニョ、前回の試合で先般扱いされた。早い早い早い、早すぎるぐらいじゃないかこれ。いや、現在ね、朝6時半です。いつもならね、昼に撮るんだけど、もうね、興奮して寝れなかったんで今撮っちゃってますけど、いやー、泥臭くていいですね。なおかつプラン通りで、こっからのプランとしては、守りきるよりももうね、1点取られてもいいように3点を目指します。それがレスターという戦い方、アイデンティティですね。 LGM レスターの戦い方です。あ、こういったところね。これでも数的不利じゃないから出てって潰して、あ、この辺レナッチャー戻ってきてほしいけど、いいでしょ。お、ファール。あー、レナッチャー怪我してないよね。オッケー。緊張してちょっと震えてんだよな、手が。こういう時って視野狭くなりがちだからな。逆サイド空いてるけど、1点リードしてるからそんなにロングパスは使わないでいきたいですね。横パスも気をつけながら回して。さあ、だけどこういうスピード上げるときは一気にいく。おー、いいですね。おっと、近くに当たってしまいました。だけどこの辺は落ち着いていきましょう。お、外空いてるからね。ちょっと息合わなかったけど、ファビーニョが抜けてってくれて、おお、ちょっと思ったところと違うところ出たから、こういう時落ち着いていけるか。さあ、レバンドスキーが来る、アロンソが来る。落ち着いていくのと弱腰になるのは違うぞというわけで、さあ、こっから打ってくるよ。 OK。 さあ、裏抜けたか、抜けました。うわー、ニアだったな。うわー、さっきのやつな、冷静だと思ったんだけど、大事に行きすぎてファー狙う普通に癖っていうかさ、セオリー通りが良くなかったな。ノイアーだし相手、こういう時にいつものプレーできなくなる方がやばいから、同じようにね、さ、今のは運が悪かったぐらいに思う方が大事。さあ、守備していきましょう。いいよ、コース切ってる。コース切りながら詰めてって、そう、こういうこと。素晴らしい守備。あー、抜けようとしちゃったね、裏に。さあ、こっからリトリートしつつ、そう、中のね、レモスでちゃんと見ながら、どれ、あー、惜しい。いいスライディングだと思ったけど、おー、危ない。アタックしちゃったからな。ナイス。さあ、逆サイド。さあ、
抜けるか。おっと惜しい。こうみんなのねアドバイスを生かそうという気持ちで、もう本当にそのプレーがねベストだと思ってるからやってるから。さあシャキリが、みんなデパイの分まで頑張れ。さあ行きました、ムサ。同じような状況、決まった、2点目やったー。ドルベリ起用に応えました。ドルベリだ俺は。やったー、これね。いやー思い切りよくいったな。ただここで1点取られたら状況一緒だし、うん、2点取られたらもう敗退だから、ここは3点目同じように狙っていきます。この辺ね、中盤のスライド守備がうまくいってないよ。ずるずるいっちゃまずい。 OK。 さあカウンター、いったい。さあシャキリ走ってくれ。 OK。 さあここねドルベに出したい誘惑あるけど、さあレナッちゃんが来た。さあ後ろから来るぞ、シュート、あー惜しい。さあバイエルンが圧倒されています。中を切って、あちょっと遅いな、ちょっとな、今俺がシャキリのカーソルチェンジを遅れたばっかりに。さあシャキリがこう中を埋めます、繰り返すような守備を。あ、ウィレムスイエロー出てんだ、さっきか。さあオフサイドない。うわーこれバイエルンの得意パターン来たよ。これズマ頑張った。さあこの辺でキープしながらリスクをかけずに回していく。そうすると相手は点取りたいから出てくるからね。さあこの辺でな、やっぱりリファエフェクト的な感じで前の選手がね剥がすの遅くなってる気がするんだよね。お、やってもうた。リスク癖あるなやっぱ俺。危ない。あーただこっからのカウンター行ってくれムサ。さあ裏抜けた。さあレナッちゃん決まった、3点目。いやー来た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 、レナッツサンチェスです。すごい作戦のハマり方がすごいぞ。これで1点取られていよいよはできたけども、それを許してはいけません。さあ喋ってるとマークが開いちゃうから、よしよし。これおっとここはいっちゃったか、危ねえ。いやーキワッキワね。そういいよ、守備的にいくな。攻撃が最大の防御だ、いけ。そうだ、さあここはまずいな。おお出なかった。うわーこの失い方はまずい。読んでるか、カンテが自分で、おお自分でなんとかした、かっこいい。このぐらいのパスならさすが通るべ。オッケー、おお相手が体を張って守備をしてきた。そうそうそう、オッケー、読んでた、完全に読んでた。さあ逆サイド行きたいけど、ナイス。さあムサ頼む、行ったろう。あーちょっと長いか、おーっと惜しい。さあもっと増えなれ、 OK。 よし、1点取られたらもう2点目すぐ来るぐらいの勢いだからね。だから実質リードしてないぐらいで行った方がいいねこれね。今日の試合の場合もう気合違うから確認しとこう。布陣変えてきたのか、パス通り入れてきましたね。でもまあ状況は変わんないね。あとはですね、相手がもう相当前がかりに来てる感じ出てきたらバーディー入れてカウンターで行くっていうね。もうちょっと危ないパスになったな今の、気をつけないとね。さあいいでしょう、この辺気をつけていかないと。今とかないつもの癖でワンツーしちゃったからボランチ上がって危なかったね。いいでしょう、安全に行きたすぎてダイレクトプレイが少なくなってるから
今入れたんだけど、ちょっとレナッちゃんが反応してくれなくてレナッちゃんのせいにしたけど、 OK。 ウィレムスの方怖いね。イエロー1枚もらってるし、さあ一気に加速。あーちょっとニヤニヤ来ないか、押しすぎたな、力入りすぎて。さあここから簡単、人数は入れよう、いつもより。 OK。 逆サイド行きたいけど、そこまで寄ってないんだよな相手が。サイドチェンジするほどは寄ってないんですよね。さあ早いパス回しからいいですね。上がっていくところ使っていいでしょう。うわー、カンテ低弾道効かなかったか、ちょっとコントロールが悪かったな。よし、サイドから追い詰めていこう。さあ蹴らしたい。おお、ロンヤ、オッケーオッケー。相手が思考停止状態だ。いけ、あー、ここオフサイじゃないんだよ。オッケー、今見えてたの、ファー完璧、完璧すぎる。今日はちょっとレオザゲームの本気を見てますね皆さん。さあでもここで落ち着かないと、こういうね、自画自賛して大体やられるから、とりあえず中に入れさせない守備。こう来るからすぐこいつら、ここ OK。 さあ行ってこい自分で。あーちょっとな、違ったね、ここ出させる、わざと出させる。あー引っかかなかった、お、やばい。おお、ちょっと危ないからこっち、こうのこうのこう、 OK。 そうここ、そしてここ、あー違った、だけどいいよ、大丈夫大丈夫。さあシャキリがもう本気で戻ります。ここはもう後ろの選手たちを前に出させない守備をします、怖いから。あ、中央いたね。さあ、OK。 さあ完璧です。さあ落としてってこっちだ、カンテでしょ。あー飛んないか、今のフラするか、むしろカンテちょっと今切り替え遅かったぞお前。さあシャキリが今日頑張る、 OK。 さあドルベイ走るか、こっち走ったけどどうだろう体的に。あーボアティング強い、ここで大外開くんだよね、こうなると。オッケー、そうそうそう。でここでムサ一気に加速。さああえてあげない、時間作ってく、時間使ってくですね。ウィレムス、おお。さあさあ完全に調子乗ったな、助かった。ドルベリに変えてカンテこっちにして、リーデバルト左サイドバックにして、これだ、これでここに右にもう逃げ切り図ってゴメスだ。よし、なんとか競り合って、ドッジボールだ、いやディフェンス支部にはしない、ここあえてその気持ちが良くないから大丈夫。 OK。 さあレナッちゃんが残ってる。さあバーディー走れ走れ、バーディー走れ、バーディー、バーディーのために時間作ってるぞ、行ってこい。さあさあうちの本当のエース、おりゃあと一歩が。さあここで前向かせない、あー向かしちゃったね。さあ中央空いた、ここをカバーできるか、外戻ってきてくれるか、気合気合です。さあさあここから前行くよ、オッケー、行った。さあバーディー決めるか、ドリャ決めた、試合を決定づける5点目、
采配バッチリ。まあな、カウンターのチャンスやられてたらっていう話もあるけど、うん、でもあそこで攻めないようなサッカーはみんなに見せれない。今シーズンレスターをね、 LGM が去ったとしてもその気持ち残るみたいな、 LGM のクライフになって俺は去ろうと思うからさ。なんだかんだ脳書きを垂れたところで負けてたら意味ないから、ここは 5-0 で勝ちたいね。クリーンシートで。おっと、ただ OK。 おわー、これ時間作ってる間に今のはファール。お、終わりですかこれ試合。勝ちました、やったー、バイエルンに 5-0。 わー超嬉しい。いやー、今日のヒーローはドルベリだね。うん、そしてドルベリを使えというふうに言ってくれたみんな。俺一人だったらね、ここでバーディー変えてドルベリにして、もしもバイエルンに勝てなかったら、うん、それをね、その批判を受け止めきれるかって話だから、やっぱりこういうファンの声があって監督のね采配も後押しされたっていう、こう素晴らしい結果じゃないですか。ちょっとハイライト振り返りましょう。まずこれね、アーリークロス空いたとこドルベリがなんとか足出して、こぼれたとこハビーニョ。今度はこの前にね、一つムサがミスってたんだけど、こっから思い切りよくドルベリね、うん、うちのエースレナッチャン。これドルベリ素晴らしかったっすね。裏へのフラスルにレナッチャンらしいスライディングゴール。そしてもう一本ドルベリのゴール、ここはね見えてたんすよ。また今度ファビーニョ、ドルベリの逆パターン、これもね浅く切り返してからあげろって言ってくれた方がいたから。 でこれ最後はね、もうお箱のカウンターですよ。素晴らしい。ツイラーのこれ忘れちゃいけないね。いやー、これ素晴らしかった。というわけで、応援ありがとうございました。思った以上の対象で、いつもこのぐらいね集中してやればいいのかもしれませんがね、毎回このアドレナリン出すのはちょっと厳しいんで、まあそれでもね、まだタイトル取ったわけじゃないんで、 FA カップとチャンピオンズリーグ気持ち切らさずこの2つ頑張りたいと思いますし、次ユナイテッド戦なんでね、そちらも注目して見てみてください。レオザゲームでした。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。そしてコメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。他にもレオザトゥーフェイスの音楽とか、レオザフットボール TV のサッカー動画とか、そちらの方も気になるよという方は下のもっと見るの方からぜひ。